大谷は今年も絶好調ですね。来年もこの調子で貢献してもらいたいものです。今やエンゼルススタジアムは大谷の人気で持っていると言っても過言ではありませんから。日本からの観客も増えていますしね。英語の方も順調に上達しているとか。先日は通訳なしでインタビューに応じたようですよ。記者からも好評でしたね。何よりです。それならばそろそろ彼は必要ないということでしょうか。もう役割は十分果たしたと思われますね。ならばそろそろですね。前人未到の投打二刀流を武器にメジャーリーグの歴史を次々に塗り替えているエンゼルスの大谷翔平。2022年にはあのベーブ・ルース以来実に104年ぶりとなる2桁勝利2桁本塁打の偉業を達成。新人王や MVP など数々の賞も獲得し、今や世界中から注目を集めるスーパースターとなっていた。そんな大谷を陰ながら支えているのが、エンゼルスの球団職員として彼の専属通訳を務める水原一平。日本から単身アメリカへと渡った大谷を語学面だけでなく講師にわたって手厚くサポート。大谷との間に熱い信頼関係が築かれていることは誰の目にも明らかだった。しかし大谷がアメリカで5年目のシーズンを終えた2022年秋、水原が所属先のエンゼルスから受けたのはまさかの解雇予告。その真相とは一体何だったのか。さらに解雇予告を受けた水原に対し、世間から感動の声が殺到したという大谷のある行動とは。大谷選手を公私ともにサポートされているとお伺いしましたが、お二人の関係を一言で言うと。言葉にするのは難しいですね。普段はゲームとかも一緒にしますし、友達感覚じゃないですけど。一番大切にしていることは何でしょうか。第一は野球に集中してもらえる環境を整えることです。プライベートも一緒に過ごしているとか。キャッチボールをしたり食事に出かけることもありますね。彼と一緒にいる時間は家族よりも長いくらいですよ。1984年、北海道苫小牧市で生まれた水原。和食職人だった父親がロサンゼルスで板前を始めたことをきっかけに、6歳の時にアメリカへ移住。日本人初のメジャーリーガーとして活躍していた野茂英雄の姿を見て、メジャーリーグに興味を持ったという水原。カリフォルニア大学を卒業後は通訳の道へと進んでいた。そんな彼が本格的に野球界に身を置くことになった最初のきっかけ、それは。一平君と出会ったのは2012年2月。僕が仮契約を結んでいたヤンキースでキャンプインする前のことでした。岡島さんの専属通訳として球団に採用されたとか。野球経験がないにもかかわらず、前職を辞してまで初めて野球の世界に飛び込んできてくれたんです。しかし。しかし身体検査で異常が見つかったという理由で僕がヤンキースをクビになったんです。では水原さんも。僕の専属通訳でしたから一緒にクビになってしまいました。こう語るのは、巨人や日本ハムを経てレッドソックスでワールドシリーズ優勝も経験したことのある岡島秀樹。水原が大谷と出会う以前にタッグを組むはずだった、まさに幻のパートナー。突然の解雇に岡島だけでなく水原もまた大きなショックを受けていた。しかし諦めずにキャンプに参加する岡島に対し、練習を手伝いますと申し出ていた水原。1週間ほどトレーニングのサポートを行い、なんとかメジャーに戻って頑張ってくださいと励ましの言葉を残して去っていた。自主トレ中はどのように過ごしていたのですか。連日のように食事を共にしていましたね。店の手配などは全て一平君がやってくれました。自主トレのサポートも。彼は今では大谷選手のキャッチボール相手もしていますが、当時は野球はうまくなかったんです。トレーニングにもバスケの格好で来ていましたからね。では水原さんの役割とは。キャッチボールは他の人にお願いして、彼には動画の撮影を頼んでいました。その動画をブログにアップしたら、ソフトバンクの関係者がそれを見ていて声をかけてくれたんです。岡島が水原と共にヤンキースを解雇された翌月、2012年3月、ソフトバンクが岡島の獲得を発表。同年、水原もまた日本ハムの通訳の募集に応募し合格して入団。その後、野球中継に映る水原の姿に岡島が気づいたことで再会を果たすことができたという。メジャーリーガーの通訳というのはどのような仕事をするのでしょうか。通訳業以外にまず求められるのはボディーガードの役割です。アメリカは銃社会ですし、土地によっては近寄らない方がいいエリアもありますから。
そのような情報を把握して選手をトラブルから守るのも通訳の大切な仕事なのですね。あとは飲食店情報ですね。例えば選手がランチで日本食が食べたいと言ったら、通訳がお店を手配します。プレーについてはいかがでしょう。審判についての情報収集も重要ですね。日頃からいろんな選手に話を聞いたり、審判の機嫌の良さそうな時に話しかけたりして性格を把握しておくんです。通訳の方のおかげで選手はプレーに集中できるということですね。中には選手そっちのけで自分の意見を喋る人もいますが、一平君は違います。相手の気持ちを考えて選手を理解して一歩下がることができる、まさに通訳の鏡ですね。日本ハムの専属通訳となり、所属する外国人選手の通訳や生活面のサポートを務めるようになった水原。何かあったらすぐに駆けつけると選手たちに約束し、彼らの家族にも配慮を行っていたという。マスメディアに対する外国人選手たちへの取材にも協力的で、記者からも高く評価されていた。そんな中、同年のドラフト1位で指名され日本ハムに入団してきたのが、あの大谷翔平。1年目のルーキーであった大谷と外国人選手の専属通訳であった水原、2人の年齢差は10歳ということもあり、当初はそれほど親しくはなかったというが。お疲れ様、ナイスゲーム。お疲れ様です。今日のピッチングも良かったよ。ありがとうございます。一平さん、もし僕がアメリカに行くことになったら一緒に来てくださいね。当時たまたまロッカーが隣同士だったという大谷と水原が担当していたルイス・メンドーサ。これをきっかけに徐々に近づいていった二人の距離。高校時代からメジャーリーグを視野に入れていた大谷から誘いを受けるまでになっていたという水原。2017年オフに大谷がエンゼルスへと移籍する際、水原もまた専属通訳としてエンゼルスに所属することが決定。華々しい活躍の裏で手術や故障も繰り返してきた大谷に対し、献身的なサポートを続けていた。ホームラン王争いに名乗りを上げ、 MVP 獲得も現実味を帯びていた2021年、当時エンゼルスの監督を務めていたマドン元監督は水原の存在をこう語っていた。大谷選手の活躍が勢いをさらに増していますが、一言お願いします。こういう状況では一平が非常に重要なんだ。通訳の方がですか？彼は訳すときにニュアンスも伝えてくれるからね。だから私は翔平が状態をどう感じているか正確につかめていると思うんだよ。水原が細かなニュアンスまでを理解して伝えられるのは、大谷との間にある信頼関係があってこそ。マドン元監督からの賛辞は、そんな水原と大谷の関係性に送られていたのかもしれない。最もお世話になったのはやはり一平さんだという大谷。誰が通訳をやっても正直あまり変わらないと思うと謙虚に話す水原。ことさらに信頼関係を強調するわけでもない二人の自然体な関係性は、周囲も認めるところとなっていたのだが。ロックアウト？そうだ、数日後になるだろう。君は今翔平の練習に付き合っているよね。はい。ロックアウトになったらメジャー40人枠の選手との接触は禁じられる。それでも大丈夫か？翔平と連絡を取ることができなくなるということなのか。メジャーリーグにおいて、オーナーたちで組織されたメジャーリーグ機構と選手会が労使交渉を行って結ぶ包括的労使協定、通称 CBA。 2016年に結んだ CBA の4年間にわたる有効期間が2021年12月に失効。新たな CBA を結ぶにあたり、オーナー側と選手会側の主張が異なり、交渉は決裂。ついに執行期限を過ぎたことで、オーナー側はロックアウトに踏み切っていた。このことによりオーナー側は選手たちに対し球団施設への立ち入りを禁止し、サラリーの支払いをストップ。監督やコーチだけでなく球団職員までもが選手との接触を禁じられる事態へとなっていた。それはエンゼルスの職員として通訳を務める水原も例外ではなく、ロックアウトに突入することは同時に大谷との接触を断たれることを意味していた。翔平、今 GM から電話があって。どうかした？どうやら近々ロックアウトに入るらしいんだ。そうなれば俺は翔平と練習するどころか連絡を取り合うことさえも許されなくなる。なるほど。どうしたらいいと思う？だったら一旦やめよう。え？一平さんがエンゼルスを退職すれば何の問題もないよね。それが一番自然な形かな。翔平、僕には一平さんが必要だからね。こうしてロックアウト中もこれまでと変わらず大谷をサポートし続けてきた水原。過去のロックアウトが17日から32日と短かったのに対し、この年のロックアウトは
99日にも及ぶ泥沼に発展。開幕の延期さえささやかれていた中、水原の存在は大谷にとってなお一層大きなものとなっていたに違いない。大谷の提案もあり、一時球団を退職した水原だったが、ロックアウトが解除された2022年3月に復職。この二人の固い絆に多くの称賛の声が寄せられていた。一平が退職したのは大谷と友達でいたかったからだよね。これぞバディだよ。大谷と一平は人生を共にするような仲だね。一平を復職させたエンゼルスも偉い。ロックアウトがこの二人の関係をなくすことはできなかったということだ。本当に仲がいいね。無事に開幕を迎えることができた2022年シーズン中盤、マリナーズ戦で起きた殴り合いの大乱闘で相手チームの選手をなだめていた大谷を集団から引き離すよう行動していた水原。最終的に当時の監督代行をはじめコーチやスタッフ9人が出場停止処分としたエンゼルス。この異常事態に対し、一平に指揮を取らせろと水原に大役を任せる声まで飛び出していた。同年、近代メジャーリーグ初となる投手打者の両方で規定回に達し、新たな偉業をまた一つ打ち立てた大谷。翌年開催される WBC への参加も表明し、さらなる高みへの一歩を踏み出そうとしていた。そんな矢先、一平さんを解雇するだって？翔平の英語力が上達しているのは誰もが認めているんだ。もう通訳は必要ないんじゃないか。一平さんは僕にとって単なる通訳という存在ではないんだ。それは理解してもらっていると思っていたが。君たちの信頼関係は十分わかっている。だが、球団も今大変な状況なんだ。コストカットできるところを模索しているんだよ。2022年8月、エンゼルスのオーナーであるモレノは球団を売却する意向を発表。これを発端にしたコストカット戦略の一環として、大谷の専属通訳である水原の契約を解除し、別の通訳をつけるという案が浮上していた。しかし、冗談じゃない。僕は反対です。君の気持ちもわかるが、これは致し方ないことなんだ。そういうことなら、僕にも考えがあります。エンゼルスの球団売却騒動が収束を見せない中、報じられたのは大谷の契約更新。年俸調停権を開始し、1年3000万ドルという大型契約に合意。この内容にファンからは、安すぎるという声が続出していたのだが、大谷選手がこだわっていたのは、金額ではなく契約内容でした。どのような内容だったのでしょうか？契約オプションの目玉は、水原氏との契約を継続させることだったようですね。つまりそれは、エンゼルスが一平を解雇するなら、エンゼルスに残らないと言わんばかりだったのではないでしょうか。エンゼルスとしては、もちろん大谷選手を手放すことはないでしょうから、オプションを承諾したということですね。最終的には、球団の売却は中止となったエンゼルス。しかし、何としてでも水原を守るという大谷の気概により、二人の絆はなお一層強いものとなったに違いない。2023年春に行われた WBC にもチーム通訳として合流した水原。31人目の侍として日本代表を縁の下で支えていた。今シーズンも投打両方で快進撃を続けている大谷。もはや一蓮托生とも言える二人の関係は、これからも長きにわたって続いていくことだろう。